はい、どうもこんにちは、中村美香です。グラちゃんです。今日はね、私のお誕生日旅行に軽井沢に行ってきます。軽井沢の星野に行くんですけど、そこがね、なんかワンちゃん OK みたいなので、グラちゃんも一緒に行ってきます。行きましょう。今日は旅行に行きます。スーツケースの、こっちが私で、こっちが旦那さんの荷物で、そのね、白いエコバッグの中はグラちゃんのお洋服とかおトイレとかご飯とかが入っております。今日はおめかししてます。グラちゃん旅行行くよ。行ってきます。グラちゃん保育ですか？バッグの中に入って販売しております。グラちゃん、リリ歩いてみて。はい、今ねアウトレットに着きました。バレンシアガとかプラダとかサンローランとかいろいろありますね。ここね、ドッグランみたいになってて、ワンちゃんがいっぱいいます。はい、アウトレットいいのなくて、これしか買ってません。ペットシート2つと、グラちゃんの浴衣を買いました。じゃーん、かわいいね。グラちゃん、グラちゃんのものしか買ってない。ね、楽しいですか？じゃあこれから宿行ってきます。はい、ということで星野や軽井沢に到着しました。こんな感じで中に入っていきたいと思います。めちゃくちゃ広くて、もうね、この中だけで遊べる感じですね。こっちがエントランスになっています。でもね、かなりね、敷地内が広いですね。いろんなのがある。テラスあったり、カフェがあったり、スパがあったりとか、もうこの中でずっと遊べるような感じになっております。ひらちゃんも大興奮。さっきね、水に落っこちて足がびちょびちょなの。ウェルカムドリンクの甘酒です。はーい、星野や軽井沢に到着しました。このね、なんか池みたいの上にペンションがこういっぱいある感じですね。私たちが泊まっているペンションはもうちょっと奥でね、犬が
入れるとこなので水はないんですけど、この辺はすごいこの感じになってます。でここがスパになっててお風呂に入るところです。めっちゃ広いスパも、お風呂も楽しみです。よいしょ、もう帰ってきました。グラちゃん元気だね。散策してんの？グラ元気いね。どこ行く？さっきのさ、はーい、これで無料でもらえるシャンパンとどら焼きとグラちゃん、美味しそうです。こんなね、おしゃれなところで一休みできる感じになっております。はい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 、お膝の痛いの、おいで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 、今ね、ここのテラスでちょっと一休みしています。落とされちゃったね、水の中にね。足が濡れています。すごいです、大自然です。ちょっと待って。全部で6種類ございます。緑色のやつコロッケ、こちらはですね、コイのお出汁に竹炭をこう練り込んで、こう攪拌したムースでございます。でそしてその下に、さばきたてのコイとタケノコのピクルスを使いましたタルタルですね。でソースがブルーチーズを少し使いました白ワインベースのソースで、燻製した大根ですね。大好き。蜂蜜を使いましたガストリックというソースを絡めまして、でこうぐるっと巻いて揚げたようなスタイルでございます。添えているアイスクリームなんですけれども、こちらわさびとメセロリという根菜を使いましたアイスクリームでございますので、どうぞうなぎと合わせてお召し上がりください。卵です、はいはい、でソースは、クリーム、あとは白ワイン、卵黄を使った滑らかな醤油ソースです。柔らかい部分を塊で真ん中の方に持ってきまして、白カビタイプ2種類とセミハードタイプがデザートになるんですけれども、アイスクリームにサワチリを使っておりまして、一番下にはピスタチオを使いましたブリュレですね。その上にキルシを加えました生クリームを絞りまして、でその上に生姜を使いました炭酸入りのシュワッとした泡をでご用意しています。食感としてちょっとメレンゲも添えさせていただくんですけれども、ちょっと合わせてお楽しみください。
こちらがね、池の目の前にあるカフェ&バーに来ました。めっちゃ素敵です。ホットカクテルが来ました。チカチカチカ軽井沢2日目です。あいにくのお天気でめちゃめちゃ雨が降っております。今日はもう帰るだけなんですけど、ちょっとね、ご飯を食べてから帰ろうと思います。なんか近くに有名なお蕎麦屋さんがあるみたいなので、そこに行こうかなと思ってます。私の誕生日旅行はいつも雨なのです。今日もおリボンをつけています。かわいいね。かわいいお昼。はい、じゃあお昼に行ってきます。はい、今日はね、雨がめちゃめちゃ降っております。寒いね。今日頼みました。すごい、めっちゃでっかいエビ。おいしそう。